驚愕、ファイナルファンタジーの都市伝説、参戦。こんにちは、ゆうです。ドラゴンクエストに並んで、日本を代表する RPG ゲーム、ファイナルファンタジー、通称、FF。この FF にも都市伝説が存在しています。ここでは、ファイナルファンタジーシリーズの都市伝説をご紹介します。最後の作品になるはずだった。ファイナルファンタジーは、その名の通り最後の作品として作られたという都市伝説があります。今でこそ圧倒的な知名度と業界屈指のブランド力を持つ FF シリーズですが、当時の制作会社スクエアでは業績不振からファイナルファンタジーが最後のゲームとなるはずでした。しかし会社の命運をかけて制作されたシリーズ第1作のファイナルファンタジーが大ヒットし、同社はゲーム制作会社として確固たる地位を築くことになります。また、FF シリーズも現在ではシリーズ第15作品まで発表される、日本有数のゲームブランドにまで成長しました。都市伝説というよりは裏話に近いですね。セフィロスとエアリスは兄弟。数ある FF シリーズの中でも根強い人気を誇る、ファイナルファンタジー7にも都市伝説が存在します。それは、ラスボスであるセフィロスとエアリスが兄弟だというものです。髪型などの容姿が酷似している二人ですが、作中でエアリスはセフィロスに殺されてしまいます。この二人が兄弟というのは本当なのでしょうか？結論から言うと事実になります。これはゲーム制作初期に構想されていた裏設定で、エアリスとセフィロスは最初父親が同じ腹違いの兄弟だったと、公式も認めています。最終的に本作では他人として描かれることになりますが、兄が妹を殺すという設定はあまりにショッキングだという意見が社内でも出たのかもしれませんね。エアリスが死なない方法がある。同じくファイナルファンタジー7からの都市伝説です。先ほどの通り、FF7 の作中ではセフィロスによってエアリスは殺されてしまいます。しかし、エアリスが殺されずにストーリーを進めることができる方法がある、というのがこの都市伝説の内容です。その方法とは、セフィロスから盗むことができる、水中呼吸、というマテリアを、エアリスにマスターさせるというものです。本当にエアリスを、救えるのかはわかりませんが、事実だとすると都市伝説よりも、裏技に近いのかもしれません。エアリスの死は、当時ファイナルファンタジー7をプレイしていた少年少女に大きな衝撃を与えました。中にはトラウマのようになっている人もいるかもしれません。もしこの都市伝説が真実だとすれば、そのトラウマを払拭するためにも試してみる価値はあるのかもしれませんね。以上、ゆうがお伝えしました。コメント欄より感想をお待ちしております。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。